通常のゲームのように導かれてイベントを進めていくのではなく、巧妙に隠されているフラグを全てプレイヤー自身が見つけ出さなくてはならない。その通りだ。まさに開拓者のゲーム。これほど考察冥利に尽きるゲームはない。しかしその最たるものであり、世界の根幹を成す7つの最強種、その難易度の高さゆえに我々の考察は暗礁に乗り上げていった。だからその一つ、墓守のウェザエモンを打ち破った者が現れたと聞いて心が踊ったよ。三楽君、私たちと共に世界の真実を明かしたくはないかな。